はい、マコです。今日は私の腸活シリーズということで、私がかれこれ2年ぐらいですかね、飲んでるとあるお酒について紹介しようと思います。こちらのお酒がババーン、陽明酒、陽明酒、陽明酒です。今回ね、皆さんにシェアハピしたいものは陽明酒になります。で、この陽明酒なんですけど、ね、おじいちゃんおばあちゃん家でよく見かけてたっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。はい、皆さんこんにちは、私天の声です。数年前虫垂炎を患ったマコタログは、胃腸に効く便秘に効くドリンクを探していたわけなんですよ。よいネットをね調べてたところ、これがね胃腸にいいよみたいな情報があったので、私ずっと試しております。陽明酒って何なのかっていう風に思われる方いらっしゃると思うんですけど、陽明酒ね、みりんなんですよ。みりんに14種類のウコンとか人参とか漬け込んだものになっておりまして、薬用のお酒のようなものなんですけれども、どんな効果があるのか、肉体疲労、冷え性、胃腸虚弱、食欲不振、血色不全とか、これを飲むことでおそらく体中に血が巡っていい感じになるよみたいなドリンクと思っていただければ問題ないかなと思います。私ね、陽明酒飲んでるわけなんですけど、月1本ぐらいのペースで消費しております。私の飲み方なんですけど、朝一起きた瞬間にこれ1杯、寝る直前にこれ1杯っていう感じですね。私がねこの陽明酒飲んで感じたことは、朝一これを飲むとですね、体がバッと起きてパッと目が覚めて、最初からもうフルスロットルで元気に活動できるっていうところが本当にやばいかなと思います。レッドブルとかあるじゃないですか、あれよりも私はこのこれを朝一飲んだ方が元気になるっていうか、はいみたいな感じですげえテンションが上がるみたいな、まあちょっとお酒も入ってるんで、体を目覚めさせるドリンクとしてはすごいピカイチなんじゃないかなと思います。肝心なね、私が期待してた胃腸への効果なんですけど、胃に何も入ってない状態で陽明酒飲むと、胃腸にバッと火がつくというか、熱がね下にどんどん胃や腸に流れていくのを感じるんですね。感じるんですが、それによってお通じがすぐ良くなったのかなっていうと、どうだろうみたいな。私としては腸活目的で飲んでいたんだが、現在はエナジードリンクとして陽明酒を愛飲しております。お酒で 14% アルコール分があるんで、20歳未満の方は飲むことができませんので、まあ20歳以上の大人の方にお勧めしたいんですけど、20代、30代、40代そこまで飲んでないんじゃないかなと思うんですけど、そういった若い世代の方々も飲んで問題ないお酒というかエナジードリンクになっておりますので、ぜひね働く世代の皆様方、これを飲んで頑張っていきましょう、やーいという気持ちでおります。ということでね、最後にね、陽明酒ね、飲んでいこうかな。はい。これ、一目盛りね。あいや、陽明酒ね、14種類の生薬が入ってるからか、漢方っぽいというか、薬な感じの味なんですけど、基本みりんが入ってるんで、甘くて、クイッと飲めば、胃腸も体もあったかくなる素敵なドリンクになっております。エナジードリンクとして、皆様も飲んでみてはいかがでしょうか。というわけで、今日はこんなところで、陽明酒のご紹介でございました。ありがとうございました。パイ。